こんにちは。今日はまた私の最近の状況と考えていることとかお話ししようと思います。なんかね、最近ちょっと忙しくこう動き回っているんだけど、まあこの間は妹の引っ越しの手伝いっていうこともあったんだけど、なんか忙しいなってやりたいようにいろいろ行動をとってるなって自分でふと思ったんですよ。で、どうしてかっていうと、少し前に私会社の上司に戻りますってことをお話し伝えました。とうとう。で、2月から一応戻ることになってるんですけど、まあそれまで少し時間があるじゃないですか、2ヶ月とか。で、なんかね、こう戻るって言ってみた途端に、本当にこれでいいのって正直そういう気持ちがこうわーって出てきたんですよ。本当にね、働きたくて、もう戻ろうって思ったので、伝えたんだけど、言った途端に本当にこれでよかったのか、本当は会社に戻らないで他のこう働き方とかそういうことがしたかったんじゃないのかって思って、本当にこれでいいのっていう気持ちがね、わーって出てきちゃったんだよね。でも、まあ確かにね、会社に戻って会社で働くっていうのは理想ではないんだけど、今の私にはもうそれしかないんですよ、本当に。このままね、手当をもらい続けて、生活も1年ぐらいはできるんだけど、もうね、ちょっとこの余裕のない生活っていうのは自分では耐えられない気がするし、戻ろうって思いました。戻って、それがね、まあ長く続くか続かないかわからない。それはわからないんだけど、とりあえず戻って働きながら考えてもいいかなっていうところまで考えが進んだんですよ。そう、それで、本当にこれでいいの？戻っていいの？って、とは思うんだけど、まあとりあえずそれしかないので戻るんだけど、それで今、まあ2ヶ月もうないのか、2ヶ月弱残っている時間を使って、今、もうとにかく、今までやり残したことはないかみたいな感じで、動き回ってるんだよね。そう。本当にまだやりたいことはあって、というか、こう、会社に戻るって話をした途端に、あれもやっておこう、これもやっておこうっていうのが、ポロポロこう出てきて、そう、なんか今、そんな感じで動いてます。まあ、せっかくね、YouTube も、パートナーズプログラムっていうのに承認されて、入ることができたので、まあ、今ね、まだ、登録者さん上限して、1000人切ったりとかしてるんだけど、あまりそれはね、気にしてないんですよ。っていうのはね、今までもね、そうやって、減ったり増えたりで、だんだんこう上がってきたので、まあ、それがね、1000人だろうが、999人だろうが、同じことで、そう。なんで、そこはね、あんまり気にしてない。今まで通り、同じように動画を上げていこうって思ってます。で、そう、パートナーズプログラムにもね、許可されたんで、YouTube もね、少しはもっと頑張りたいなっていうか、まあ続けていきたいなって。で、今までよりもね、もうちょっといろんなことをチャレンジしてもいいのかなって思いました。こうやって家で喋ってるだけじゃなくて、何かね、他のこう企画を立てたり、そんなこともね、ちょっと挑戦していけたらいいかなってこの際思いました。なんで、まあね、YouTube は仕事しててもできるし、ってことで、これからも続けていきますのでよろしくお願いします。あとはね、この間妹の引っ越しの手伝いに行って、いや、私こういう労働好きみたいな風に思ったんだよね。その、あんまりね、こう、手を広げすぎちゃうと大変になっちゃうから、例えば台所だけのお片付けのお手伝いとか、
なんかそういう仕事をしたいなってちょっと思ったんですよ。まあ引っ越しは大変なんだけど楽しいじゃないですか。こう物場所が綺麗になるとか、こう使いやすくなるとか、そういうのってすごいこっちも嬉しいし、こうお客さんも嬉しい、やってもらった方も嬉しいじゃないですか。今までねずっと使ってきたものであっても、一回こう綺麗に整理整頓したらすごいね見違えるようになって、今までとは違うような気持ちになったりしますよね。そうなんかね、いやなんかこういう仕事したいなって思って、だからねちょっとそういうお仕事もできるような種まきをしようかなっていうこともちょこちょこ考えていました。あとはね、なんかいやすごく小さくていいから、本当に一坪店舗みたいなのでいいから、何かね自分がこう仕事をする場所っていうのを確保したいなって思って、まあ、自宅でもいいんだけど、なかなかね自宅だとこう制限があって、お客さん相手だと、一般のお客さん相手だとできないっていう部分があるんですよね。やっぱ住所を明らかにあまりしたくないとかね、したら危険があるかもしれないじゃないですか。だから本当にね、本当一坪でいいから、そういったちょっと好きな仕事ができるようなスペースが欲しいなっていうのはねちょっと思ったんですよね。はい、あとね最近編んだ編み物、靴下を編みました。こんな靴下です。ちょっとね大きいっていうか、太い糸で編んだ、なんか波太ぐらいの太い糸で編んだので、こんなちょっと大きい感じで、ルームシューズっぽい靴下になっちゃったんだけど、でもね、まあ家の中でこう過ごす時に履くっていう分にはいいかなって思います。これは100均の糸で編みました。これね、実家に帰ったらレモンっていう100均があるんですよ。他の地域では見たことがないですけど、レモンっていう100均があるんですよね。まあ売ってるものはね、セリアさんとか、ダイソーさんとかとあまり変わらないんだけど、そう、レモンっていうのあるんだよね。皆さんの家の近くにもあったりしますか、レモンって。でそこに行ってみたら、こんな可愛い毛糸があって、そう、これをねいつもね本当 2,3 個しか買わなくて、なんか作れるものに制限がかかってしまうので、今回は6個買ってきたんですよね。これウール 100% で、一玉がね 20g しかないんですよ。そうだから、だいたいね 100g から 120g ぐらいあると、だいたい何か作れるんですよね、少し大きなものでも。だからちょっとね気に入った毛糸があったら5玉とか、やっぱ 100g ちょっとはね買っておいたらいいかなって思います。そう、そんなんでこれを使って、これね、こう一足で5玉使いました。だからちょうど 100g ぐらい、5玉でこのぐらい残った。そうだから 100g ちょっと切るぐらいの靴下できました。これはねチャンネル N さんっていう人の動画を見て参考に作りました。間違い、片方はね、最初に作った方は間違えてほどいてやり直したりとかあったので、ちょっとね結構時間かかっちゃったんだけど、もう片方はもう編み方分かったので、どのぐらいかな、何時間、3時間ぐらいでできるかな。そう、こんなのをねいろんな糸で作ったら面白いですよね。あとはちょっと短くしたりとか。長いとね、靴下ってねすごい大変なんだよね。こう長い靴下って編むのが、ここの部分。そうだから短い靴下でいいかな。そう、こんなちょっと暖かいウール 100% の靴下できました。そう、そんなんでちょっとね今、まあ勉強もしてるんだけど、勉強はちょっとこういろいろやりながらでもできるし、まあ期限は自分で考えればいいので、まあ勉強もやってるんだけど、そんなんでいろいろね今ねやり残したことを必死にやっているところです。
そう、それで思ったんだけど、なんていうの、人間ってっていうか、まあ私の場合なんだけど、その火事場のバカ力っていうか、なんだろうな、こう先が見えるとこう行動するみたいな、なんか夏休みの宿題ギリギリまでやらないみたいな、なんていうのかな、そのとにかく何かをこうするって、一回こう十分休息を取ったら、何かをこうするっていうことを一回決めると、なんかその目標に向かってこう動き出すだよね。私も今までこう1年以上休んできて、会社に戻るっていう決断をなかなかできなくて、いや戻りたいっていう時期もあったんですよ。確かに夏頃とかね、6月7月頃もうかなり元気になってきて、戻りたいって思って、一旦ちょっとね、その戻りたいような話をしたら、まあ、こういう条件だけどいいって会社の方で言われて、でえってなっちゃって、でなんかちょっとダメだったんだよね。でも今回はその戻るって決め、やっと決めることができて、そう、それで決めた途端に、え、本当にこれでいいのってなって、で、今までちょっと、だらだらと休んでいるだけでやってこなかったことを、今一生懸命やるっていうか、やっぱりこう、行動を取ることができるんですよ。何かをこう、決めて方向性を一回こう作る。その方向性が間違えてるかどうかは別として、その、決めたことに対して体が動くようになるっていうことをね、すごい感じたんだよね。そう、あとはまあ残った時間で何ができるとか、そういうなんていうのかな、こう切羽詰まった自分をこう行動するようなところに追い込むっていうか、そういう風にして行動を取るっていうのも、そう、行動がなかなか取れないっていう人にとってはちょっと効果があるのかななんて思ったので、こんなお話を今日はしてみました。そう、私も本当今まで1年近く休んできて、そうやって決めることができなかったので、まあああじゃないこうじゃないっていろいろ言ったりやったりしてきたんだけど、結局はなんていうのかな、こう公にこうしますっていうことを決めてこなくて、まあだらだらと過ごしてきたわけなんだけど、やっとね、その会社に戻るっていうふうに、まあとりあえず戻る、それがいいのか悪いのか、長く続くか続かないのかわからないけど、とりあえず戻るって決めたことで、こう自分がこうやり残したことをやるなり、本当にこれでいいのかって真剣にこう考えるようになったりとか、そういう行動を促すっていうことにつながるんだよね。そう。だからね、何かね、とりあえず迷ってる人は、こうするって一回決める。それがもう最終的な結論じゃないから、安心してそこはもう一個何かに決めてしまうっていうのも、やり方あるのかなって思いましたちょっと偉そうな話になっちゃったんだけど、今日はね、これからリンゴを食べます。リンゴにしよう。そう、そういえばね、この間ね、実家で長野のリンゴって言って近所の人が持ってきてくれたリンゴをもらいました。これ1個で、ね、実家で食べたんだけどめちゃくちゃ美味しかったさすが、私が前に いつも買っている100円ぐらいのリンゴとは大違い。なんで今日はこのリンゴと焼きそばパンはい、そんなわけで、何か迷っている人はとりあえず何か決めてそこに向かって行動を取るっていうこともできるよっていうお話でした。はい、では今日はこれで終わりにします。さよなら、バイバーイ。明日美容院に行くんだけど、思いっきり髪型変えようと思います。またね、バイバイ。